パリスの審判、ルーベンスがナショナルギャラリー像。パリスはアプロディーテイを選んだ。パリスの審判は、ギリシア神話の一相話で、トロイア戦争の発端とされる事件である。イリオス王、プリアモスの息子パリスが、神々の女王、ヘイラー、知恵の女神アテーナー、愛と美の女神アプロディーテイという展開での三美神の、うちで、誰が、最も美しいかを判定させられた。テ,ティス ペーレウスの結婚を祝う宴席には、すべての神が招かれたが、不和の女神、エリスだけは招かれなかった。エリスは怒り、宴席に、最も美しい女神へと書かれた黄金のリンゴを、投げ入れた。このリンゴについて、ヘーラー・アテーナー・アプロディーテーが権利を主張した。ゼウスは仲裁するために、イリオス王、プリアモスの息子で、現在は、イデアまで羊飼いをしているパリスに判定させる。 こととしたこの時、女神たちは様々な賄賂による約束をしてパリスを買収しようとした。ヘーラーはアシアの君主の座、アテナーは戦いにおける勝利を与えることを申し出たが、結局、最も美しい女を与えるとしたアプロディーテが勝ちを得た。最も美しい女とはすでにスパルタ王メネラオスの妻となっていたヘレネーのことで、これが イリオス攻めの原因となった。トロイア戦争の間にパリスを憎むヘーラーとアテーナートはギリシア側に肩入れした。なお古い伝承ではパリスがアプロディーテーのカゴの元に置かれヘレネーが連れ去られたとするが、後にゼウスの娘であるヘレネーは半身とみなされ、不敬を避けるためパリスが略奪したのはヘレネーに似せて作られた雲でできた像であったとする説ができた。 その他、フランスの比較神話学者ジョルジュ・デュメジルは彼自身の研究による三機能仮説がそれぞれに影響し、ヘイラー、主権、アテーナー、戦闘、アプロディーテイ生産の三つの階級が人間の社会を構成していると考えた。パリスが生産の階級を重視しつつ、アプロディーテイを選んだ結局はトロイアを滅ぼしたと考えられる。パリスの審判では三人の女神が、 美男と言われたパリスの前に並び美を競い合う。この題材は画家の好む主題の一つとなり、様々な画家がパリスの審判というタイトルの絵を描いた。絵画に描かれた個々の人物が誰であるかはアトリビュートによって区別できる。袋を従いていたり、武具を身につけている、あるいはそばに置いているものがアテーナー、エロースを従いているものがアプロディーテー。 不雀を従えていたり、王冠を頭にいただいているものがヘーラーである。また、男が二人描かれている場合、翼の生えた帽子や軽量形音の杖を身につけているものがヘルメース、黄金のリンゴを持つ牧人の服装のものがパリスである。ありがとうございます。